はい、こんにちは。第2弾極寒スポーツ。あのね、格好見たら分かる通りバチクソ寒いです。今日の気温は今どれぐらいだろう、だいたい10度前後ぐらいんじゃないかなと思うんですけど、今回はですね、この中で極寒でスポーツのやっちゃい正直バカです。もちろんね、この格好でやるんではなくて、やるときはタンクトップというね縛りを設けてやっていこうと思います。はい、このね、わざわざ人気のないグラウンドに来た理由はそう、ただ一つ、恥ずかしいじゃないですか。で、人いる状態でタンクトップでなんか一人でスポーツしててカメラに向かって喋ってたら、あのただの変質者だから、あそこで一人おじいちゃんがなんか歩いてるんで、あんま大きい声で喋れないということで、早速やっていきたいんですけど、今回ね、このスポーツパート3に分けてやっていこうと思います。決してね、このパート3っていうのは、これパート3全部含めての第2弾なんで、実質5回みそい企画。あのね、正直この格好で結構寒いんですけど、タンクトップなりますか？はい、今回やるスポーツなんですけど、はい、もう見たら分かる通りサッカーでございます。サッカーの何をするか、もうね、一人でできることといったらこれしかないんですよ。リフティングです。やはりね、回数に目標が大事なんで、100回でいきましょう。まあ、久々にね、リフティングするっていうのもあるんで、結構きついです、100回が。ということで、100回というのをね、目標にして30分以内にできるようにしましょうか。だから今ね、動画撮ってる時間がだいたい2分52秒なんで、32分になったら、まあ、打ち切りということで、これで成功しなかった場合、みそぎ企画追加。きついって。早速では、みそぎスポーツ編やっていこうと思います。ということで、リフティング100回目指して頑張りましょう。あ、その前にね、脱ぎます。はい、やってきました。バカ寒いです。これをね、またテスト期間に撮ってるということなんですけど、終わりですね。普通に考えて、なんかね、別の芝居でテスト期間に撮らなきゃいけないっていう、なんか変な縛り設けてるんじゃねえかってぐらいね、自分がなんかちょっと今バカらしましょうか。10回もいかない。あのさ、通訳っていうこのボールさ、バカやこいのよ。でね、なんかマラカスみたいになんか音が出るオプション付きということで、しかもね、これ4号球だからさ、5号球じゃないのよ。やりづらいに決まってんだ。いきます、2回目。あ、止めてる。普通にカメラにぶつかった一巻の終わりなんでね、あの、気をつけてやりたいと思います。なんかね、意外と100回がいけそうな予兆が見えたんですよ。あと、めっちゃ寒い。暗くなればなるほどもっと寒くなっていくから、あの、きつくなるんだけど、ちなみに言うと30分経ったとしてもできるまでは終われないとね、自分に甘いのはダメなんで、150回にします。はい、ちょっとね、増やします。50回ぐらい増やしそうかなと思います。100回がなんか意外といけそうだったんで、ということで頑張りましょう。やべ、68回。150にしたのはまずいかもしれない。ていうかさ、普通にズボンがシルクだからさ、マジバチクソ。砂が入ってくるとこうやって滑るっていうのがあるから。あ、ビザマ。まずいまずい、112回。やばい。やばいって。あと、今まで疲れたからさ、疲れたんや。汗出てくるとね、汗びえっていうね、やばいのが出てくるから、あの、寒いです。ミスった。ちょ、ここむずい。やばい。待って、やばいわ。生きる兆しが全然見えないんだよ。もう終わりなんだよ、これ。さっきのね、110回をね、超えられる気がしない、今。まじ、このテスト期間の使い方がね、高2の冬休み直前のやつとは思えないんですよ、全然。大学志望、本当にやっちゃいけないことだから気をつけてくださいよ。もう最悪。なんて、今からね、集中モードしたいと思います。はい。
マジか、いけたと思った。マジかよ。ちょ待って、時間やばい、あと半分しかねえぞ。あと半分だ、タイムリミット、やばいぞ。まずい状況です。やばい、ケツ蒸れてきた。一回ね、まずい状況になってきたんで、やる気を注入します。僕らポンコツライダーズ、こんにちは。マジか、今の。いやーマジで、なんで油断すんの。とにかくやばい、寒い、帰らせて。やばい、あと10分だ。まずもう一回気合い入れ直すわ。僕らポンコツライダーズ、僕らポンコツライダーズ。このボケとかやってる時間も全部含まれてるから、あのこんなことしてたらあのマジで時間が減ってくだけ。あの余裕見せてる暇ない。もうまただ。やばい。何してんだよ。今なんかめちゃくちゃ続いてたけど、一個アンポンタみたいなシンプルやったんだけど大丈夫。ダメだな、さすがに。残り6分ですね。まずいぞ。一回集中し直す、本当にマジで。もうボケなし、ガチボケなしで一回集中。オッケー、いきます。バレーのサーブ、やばい、極寒だ。寒い、マジで寒くなって。マジ届かんかった今のは。マジあと1ミリだった今。マジあと1ミリだったんですよ、本当にマジで。もう三笘の1ミリ、け
みそぎ企画第2弾極寒スポーツ。バレーのサーブって無理です、もうダメだ、疲れた。今日の最高が123回で、画面外の168回。はい、そうなんですよ、あの画面外で成功してるんですよ。ちなみにね、ここまででかかった時間45分。いや普通にゴミっすね。ただね、これで終わるのもどうなのかって話なんで、グラウンドダッシュ端から端往復3本。別にそのみそぎ企画1本追加はそのまま追加で、これのみそぎを今からしようと思います。できなかったというこのみそぎ、こっからあそこダッシュ行きましょうか。行きます、よーい、オー。1往復目終了。あと2往復ってきつくね、これ。よーい、ひげぐ、よーい、もう絶対毎日起こしない。できもしないこと言わないです、本当に。皆様大変申し訳ございませんでした。リフティング150回できなくて申し訳ございませんでした。きつい、過去一きついぞ。約束守らないとなって改めて再確認させられました。っていうかやばい、マジでダウンあったかいわ。いやー、やっとぬくもりを感じてる今。よかった。普通に寒かったしね、マジで。暑そうに見えたでしょ、普通に寒かったマジで。ということでパート2をお楽しみに。あ、ちなみにパート2ってみそぎ企画第3弾っていうわけじゃないですよ、第2弾のパート2です。